こんにちは、いかがお過ごしですか？不幸の多かった今年、最後のニュースが、こんなにいいニュースでとても良かった。もう結婚なんてしないんじゃないかなんて、思ったりもしていましたが、おめでとうございます。本人も結婚したいと言っていたし、ちょっと遅くなったぐらいでそんなこと言うなと怒られそう。年齢的には、子供が2、3人いても、おかしくないですよね。結婚したら次は子供。気が早いですか？でも、子供と遊ぶ優しいパパの顔を早く見たいです。もちろん犬のパパではないですよ。月並みですが、稲垣さん、香取さん、そして中井さんも後に続くといいなぁと思っています。草薙剛が電撃婚。お相手は一般女性。愛犬くるみの誕生日に婚姻届提出。元スマップで俳優の草薙剛、46、が、結婚したことが、30日、分かった。報道各社への文書で発表。関係者によると、お相手は一般女性で、この日婚姻届を提出。新妻は妊娠していないという。ジャニーズ事務所を同時に退所し、新しい地図として活動を共にする稲垣吾郎。47、香取慎吾、43、の中では、最初のゴールインとなった。長年、芸能界のトップを走り続けながらも、ラブロマンスが聞こえてこなかった草薙が、電撃婚を果たした。しかし関係者にも、交際を知らせていなかったと言い、ひっそりと愛を育んできたようだ。昨週、都内に一軒家を建設中であることが、報じられており、結婚準備を進めていたとみられる。40代半ばを超えて、最近では、結婚願望を、この年だから、常にあるよね。と、隠そうとは、せず、好みのタイプに挙げていたのは、くるみを好きでいてくれる人。恋人に求めたのは、自身のインスタグラムに登場することも多い、愛犬のくるみ、フレンチブルドッグ、メス、との愛称だった。今年3月、くるみが3匹の子犬を出産。草薙も、ミルクをあげるなど、パパ、頑張ってます。と、子育てに励んでいた。結婚記念日に選んだ、12月30日は、くるみの4歳の誕生日。草薙らしい親心で、メモリアルデーを重ねることになった。